古代ギリシアは西洋文明の源流だと考えられている。高度な民主制度、哲学、自然科学など、様々な面で古代ギリシアで生まれたそれらの存在は現代文明の基礎となった。そしてその古代ギリシア文明の基礎とも言えるのが、トロヤ戦争、なわけだ。つまり西洋文明の源流なわけだね。トロヤ戦争は神話であり歴史だ。あるいは神話としてのトロヤ戦争と、歴史としてのトロヤ戦争があると言えるかもしれない。ちょっと何を言っているのかわからない。西洋におけるトロヤ戦争は、日本における桃太郎の話に近い。桃太郎がおとぎ話であると思われているように、トロヤ戦争も長い間おとぎ話だと思われていた。おとぎ話ではないのかい？小アジアのトロヤにおいて、紀元前1250年頃に大きな戦争があったと見られている。資料不足ゆえにその詳細までは不明だが、トロヤ戦争は実際にあった可能性が高い。トロヤ戦争は実際にあったんだ。内容が世に伝わるものと同一であるかは不明だがな。君は何を言ってるのかね。桃太郎の話は実際にあったと思うかい？ワンコと猿と生地で凶悪な鬼を倒せるとは思えない。桃太郎の話も実際にあった可能性がある。桃から人が出てきたのかい？桃太郎は神武天皇の統制を元にした話だという説がある。それが事実かはわからないが、実際にあったトロヤ戦争を元に、トロヤ戦争の話が作られた可能性はある。そしてそのトロヤ戦争の方が後世に伝わったんだね。トロヤ戦争の内容は主に吟遊詩人によって伝えられた。おそらくトロヤ戦争を戦ったであろうミケーネ文明は、何らかの理由で滅びた。詳しくは、ミケーネ文明の滅亡を見てね。ミケーネ文明で使われていた千文字 B は失われ、その後約400年近く、古代ギリシアでは文字のない暗黒時代が続く。詳しくは、暗黒時代を見てね。おそらくは暗黒時代と呼ばれる時代に、トロヤ戦争の内容は叙事化されていった。その代表例が、史上最高の詩人と呼ばれる、ホメロスのイリアスとオデュッセイアだ。ホメロス。ホメロスの実在については議論があるが、彼の著作と言われる二つの叙事詩は、以降西洋のすべての文学に影響を与えたと言われる。イリアスはトロヤ戦争を、オデュッセイアはトロヤ戦争後の話を題材とした叙事詩になっているな。じゃあ今回はイリアスの内容かい？ホメロスのイリアスは、トロヤ戦争全体を語っているわけではなく、トロヤ戦争が始まって9年目から話が始まっている。冒頭ではアキレウスの激しい怒りが描写され、怒涛の展開が一気に描かれるわけだ。じゃあトロヤ戦争の全体図はイリアスではわからないわけだね。実はトロヤ戦争全体を描写した、いわば統一的な作品は存在していない。しかしトロヤ戦争に関する物語はイリアス以外にも多数存在している。それらの物語はお互いに矛盾し合ったりしているのだが、今回はそのような物語の断片を集めて、一つの物語として構成したいと思う。うむ、聞いて信じるので頑張りたまえ。トロヤ戦争は、パリスの審判から始まる。発端は英雄ペイレウスと女神テティスの結婚式に、災いの女神であるエリスが呼ばれなかったことだった。結婚式だもんねー、災いの女神はねー。怒ったエリスは腹いせに、最も美しい女神へ、と書かれた黄金のリンゴを結婚式場に投げ込んだ。これに反応したのが強大な力を持つオリンポス十二神のヘラ、アテネ、アフロディテだ。詳しくは、オリンポス十二神、を見てね。簡単に説明すると、ヘラは大神ゼウスの妻、アテネはゼウスの娘、アフロディテは美の女神、英語名のヴィーナスの方が有名かもしれない。三女神が本気で争えば、世界が破滅するほどの戦争になる。そこで大神ゼウスは、パリスという羊飼いの青年に、誰が黄金のリンゴを持つにふさわしいか裁定させることにした。それが、パリスの審判、なわけだね。その後三女神は各々パリスへの買収工作を行った。大神ゼウスの妻であるヘラは、パリスに地上の覇権を約束した。ヘラの力をもってすれば、それも本当に可能だろうね。戦いの女神であるアテネは、パリスに上昇腐敗を約束した。
戦いの神がいれば百戦百勝。そして美の女神アフロディテは、世界一の美女を約束した。パリスはどうしたんだい？世界一の美女を選んだ。アフロディテは約束通り世界一の美女であるヘレネをパリスに惚れさせた。男なんてそんなものね、おほほほほ。だがアフロディテの行動には大きな問題があった。ヘレネはすでに結婚していたのだ。これは話が違うぞ。この一連の流れは、結婚の神でもあるヘラを二重の意味で怒らせただけではなく、トロヤ戦争の引き金となってしまう。ヘラの怒りを買うとは恐ろしい。さて、パリスはヘレネを故郷であるトロヤに連れて帰ってしまった。ここでトロヤの名前が出てくるんだね。なおパリスは羊飼いと言ったが、実はトロヤの第二王子だ。じゃあなんで羊飼いなんてしていたんだろう。そこには少し複雑な話がある。トロヤ王プリアモスと王妃ヘカベイの子供として生まれたパリスは、聖母ある予言を授けられてしまう。予言とな？生まれた子供がトロヤを破滅に導くという予言だ。古代ギリシアで予言がなされるということは？それは、絶対に、成就するということだ。オイディプス王もそうだったが、それでも当然人々は予言に抗おうとする。詳しくは、オイディプス王、を見てね。トロヤ王であるプリアモスは、自らの手ではパリス王子を殺すことができず、羊飼いのアゲラウスにパリス殺害を命じた。しかしアゲラウスもまた無垢な赤子であるパリスを殺すことはできず、自分の子供として育てたのだ。似たような話をどこかで聞いたような。ローマ建国の祖と言われるロムルスの物語に酷似しているな。ロムルスの方が当然後なので、トロヤ戦争の物語を元にロムルスの話が作られた可能性が高い。詳しくは、王政ローマ、を見てね。後ほど触れるが、ロムルスの祖先にあたるアエネアスはトロヤ戦争に参加している。さて、成長したパリスはオイノーネイと結婚した。パリス、既婚者だった。黄金のリンゴをもらってご満悦なアフロディテは、パリスにヘレネを連れて船でトロヤに行くことを勧めた。こうしてトロヤに厄災がもたらされたわけか。一方妻を取られたスパルタ王メネラウスは怒り狂っていた。そりゃそうなる。メネラウスとヘレネが結婚する前、ヘレネにはあまたの求婚者がいた。モテモテですわね、おほほほ。あまりのモテぶりに、ヘレネの父親はヘレネが誰と結婚しても、求婚者は共同してヘレネを助ける、と誓わせた。そして最終的にスパルタ王であったメネラオスがヘレネと結婚したのである。そしてヘレネが連れ去られたということは、盟約に従って求婚者は共同してヘレネ奪還に向けて尽力することとなった。戦争の始まりだ。スパルタ王メネラオスの兄は、アガメムノンという名前だった。王の中の王？アガメムノンはそう呼ばれていた。相当な力の持ち主だね。彼こそは全ギリシアを滑る者、ミケイネ王アガメムノンだ。ミケイネって？アガメムノンは、ヘレネの姉にあたるクユタイムネイストラーを、すでに結婚していたのにその夫を殺して妃とした男だ。恐ろしい男だ。そんな男が自らの弟の妻であり、妻の妹が連れ去られたと聞いて、黙っていられるわけもなく、全ギリシア軍をまとめ上げて、トロヤへの侵攻を開始したのである。これは大事になったなぁ。こうして、総大将をミケイネ王アガメムノン、副将をスパルタ王メネラオスとする全ギリシア連合軍が結成され、トロヤ戦争の幕が切って落とされたのである。一方トロヤに戻ったパリスは、世界一の美女ヘレネとイチャついていた。しかもなんやかんやトロヤの王族であることがわかったのでウハウハだった。なんやかんやって？一方ギリシアでは、強力な軍団を率いる人材が集められていた。中でも最も欲されたのが、師匠と名高いオデュッセウスだった。オデュッセイアの主人公だね。オデュッセウスもまた予言を受けていた。戦争に行けば長い間帰ってこられない。この伏線の回収がオデュッセイアなわけか。驚くべき構成力だと思うぜ。オデュッセウスはこの予言を回避するために、気が狂ったふりをして参戦を回避しようとした。しかしパラメイデスという人物に息子を人質に取られてしまい、結局参戦せざるを得なくなったのだ。子供がいたんだね。オデュッセウスの最初の仕事は、ギリシア最強の将軍、アキレウスの勧誘であった。
この人物は冒頭に出てきたセティスとペイレウスの間にできた男の子で、赤子の時に冥界を流れるスティクスにつけられたため、不死身の肉体を持っていたのだ。現代風に言ったらチートだ。さて、アキレウスの母である女神テティスには、予言能力があった。そして不幸にも彼女は、アキレウスの死を予言してしまう。息子の死を予言してしまうとは不幸な。そこでテティスはアキレウスを助走させ、スキュロス島に隠して育てていた。しかしそれはある人物によって見破られてしまう。ある人物？他でもないオデュッセウスさ。オデュッセウスは商人のふりをしてスキュロス島に上陸し、女性用商品の中に武器を混ぜて展示した。アルゴス号の冒険に参加した父ペイレウスの血が騒いだのか、アキレウスはその武器を手にしてしまう。アルゴス号といえば、イアソンやヘラクレスなどの英雄が乗っていた伝説の船。ギリシア連合軍総大将のアガメムノンは、自らの娘であるイピゲネイアをめとらせることを条件にアキレウスを参戦させた。これで役者が揃った感があるね。これでいよいよ出発という段階まで来た時、ギリシア連合軍は激しい嵐のために進軍できなくなってしまった。嵐を起こしていたのはゼウスの娘であり狩猟の神であるアルテミスで、アガメムノンが聖なる森で鹿を殺したことに怒っていたのだ。アルテミスってオリンポス十二神、つまりギリシア人の神だよね。どうしてギリシア人の妨害を？アルテミスはもともと小アジアの神だったという説があるな。ギリシア神話は、その成立過程で各地域の神をゼウスの息子にしてきた節がある。酒の神として有名なディオニソスも、もともとはトラキアの神なのだそうだ。また、トロヤ戦争に関しては、ギリシアとトロヤの戦いであると同時に、神々の代理戦争でもあった。ギリシアでは、神々さえも戦争ばっかりしているもんねー。さて、アルテミスの怒りを鎮めるには、それ相応の犠牲が必要だった。そこでアガメムノンは娘であるイピゲネイアを犠牲に捧げてしまう。自分の娘をか。これにて嵐は鎮まったのだが、娘を犠牲にしたことで、妻のクユタイムネイストラー、およびアキレウスとの仲を悪化させてしまった。アキレウスと結婚する予定だったもんね。しかも娘のイピゲネイアを呼び出すために、アキレウスとの婚礼だと言って嘘までついたからな。嘘つきはいつの時代も嫌われるねー。最終的にアガメムノンは妻のクユタイムネイストラーに殺されるのだが、それはまた別の話だ。詳しくはアガメムノンを見てね。一方その頃パリス王子は、世界一の美女であるヘレネとイチャついていた。この描写必要？そうこうしているうちに、ギリシア連合軍は海を越えてやってきていた。最初にトロヤの地に触れた者は死ぬであろう。戦争直前、そのような予言がなされていた。予言がなされたということは、それは絶対に成就するということだ。この予言があるのでギリシア側は誰も船を降りられなかった。そこでオデュッセウスは自分の盾をトロヤの地に投げ捨て、プロテシラオスという人物が不時着した。彼はどうなったんだい？予言通りトロヤ軍との戦いで死んだよ。オープロテシラオスよ、死んでしまうとは。彼に続いてギリシア連合軍はトロヤの地に次々と上陸していった。しかしそこに待ち受けていたのは、トロヤ最強の将軍にして第一王子のヘクトールだった。ヘクトールはプロテシラオスを一騎打ちにて討ち取り、ギリシア連合軍の出鼻をくじいた。王子自らが先頭に立って戦うとは。しかし他方では、ギリシア最強の将軍アキレウスが、ポセイドンの息子であるシクヌスを殺してギリシア連合軍に勢いをつけた。この行いがポセイドンを怒らせたことは言うまでもない。ポセイドンってゼウスに次ぐ実力者じゃないか。ギリシア側には黄金のリンゴをもらえなかったヘラやアテネがついており、その実力は白昼していたと言える。トロヤ側はポセイドンとアポロンが築いたとされる堅固な城塞にこもり、ギリシア連合軍はそれを落とすことができなかった。城攻めは時間がかかるよねー。攻めるギリシアに守るトロヤ。トロヤ攻城戦は実に9年間も続いた。なおその間パリス王子は世界一の美女であるヘレネとひたすらイチャついていた。そしてギリシア軍がトロヤに上陸してから9年目に、トロヤ戦争は大きな動きを見せる。ホメロスのイリアスが始まるのはこの辺りからだ。
アキレウスの怒りの場面から始まるんだっけ？そうだ。アキレウスほどの男を怒らせるとは、よほどのことがあったんだろうね。連合軍の総大将であるアガメムノンが、アキレウスの愛人に手を出したんだ。しょうもなさすぎる理由だったー。もともとの原因は、アガメムノンが捕虜となったトロヤ側の神官の娘であるクリュセイエスを養殖したことであった。またアガメムノンが原因か。クリュセイエスはアポロンの神官であったため、アポロンの怒りを買ったギリシア陣営では疫病が大流行してしまう。アポロンとアルテミス、アガメムノンは双子の神の両方の怒りを買ったのか。アガメムノンは仕方なくクリュセイエスを解放するのだが、その代償を各将に求めた。ちょっと何を言っているのかわからない。アキレウスはこれに怒り、アガメムノンはアキレウスの愛人を寝取ったわけだ。アガメムノンの行動が意味不明すぎる。ただ欲望に従って動いているだけの男だ。激怒したアキレウスは戦線から離脱し、それ以降ギリシア連合軍は全く勝てなくなってしまった。今までアキレウス頼みだったんだね。ここで調子に乗ったパリスは、トロヤ軍の先頭に立ち、敵将に一騎打ちを申し込んだ。そして出てきたのがヘレネの夫であるスパルタ王メネラオスで、その異様におじけづいたパリスはさっさと逃げ出してしまう。マジで何しに出てきた？逃げ帰った弟のパリスを、兄であるヘクトールは散々になじった。貴様などメネラオスに殺されてしまえばよかったのだ。ここまで言われてパリスはヘレネをかけてメネラオスと一騎打ちに臨むことにした。しかし勇猛で知られるスパルタの王にかなうわけもなく、パリスの兜はメネラオスによって砕かれてしまう。怒りがこもっていたんだろうな。しかしここでアフロディテはパリスを戦場から助け出してしまったのだった。どの神話でも神の加護を受けると強いな。パリス王子の話はさておき、アキレウスが離脱したギリシア連合軍は、嘘のように敗戦が続いていった。アキレウス頼みだったんだな。スパルタ王メネラウスは矢傷を受け、トロヤの王子ヘクトールの活躍によって、ギリシア側の優勝は次々と打ち取られていった。ヘクトール強いな。ギリシア側の惨状を見て取ったパトロクロスは、アキレウスに戦線に復帰するよう再三交渉するが、アキレウスは戦場に出る気は全くなかった。アガメムノンが悪いわな。そこでパトロクロスはアキレウスに武具を貸してくれるよう懇願した。果たしてアキレウスの装備をまとったパトロクロスをギリシア連合軍はアキレウスだと思い込み、再び勢いがついていったのだった。プラシーボ効果みたいな感じかな。パトロクロスはトロヤ側の将軍を次々と討ち取る活躍を見せたが、トロヤ最強の優勝ヘクトールにはかなわず、無残に戦場の塵と化したのである。ヘクトールは強いね。しかしパトロクロスの死は、最強の将軍を呼び戻してしまった。アキレウスは激怒した。親友パトロクロスを殺したヘクトールに、それ以上に親友を見殺しにしてしまった自分に。母テテスは火事の神ヘファイストスに新たに武具を作成してもらい、それを息子アキレウスに渡した。最強の将軍に最強の武具。そしてアキレウスはヘクトールに一騎打ちを申し渡した。最強対最強。ヘクトールは紛れもなく最強の優勝だったが、神の血を引くアキレウスには一歩及ばなかった。一騎打ちはアキレウスの勝利に終わり、アキレウスはヘクトールの遺体を引きずり回した。それを見たトロヤ王プリアモスは、夜中に一人アキレウスの陣中に行き、息子の遺体だけでも引き取りたいと懇願した。なかなか辛いものがある。トロヤ王を討ち取るチャンスだったが、プリアモスを憐れんだアキレウスは、ヘクトールの遺体を渡したのだった。と、ホメロスのイリアス、はここで終わっている。あれ、トロヤの木馬は、アキレウスの死は？現存するホメロスの叙事詩には残されていない。現存する？別の動画でも少し触れたが、ホメロス問題、は古代ギリシア史における最大の論点の一つだ。かつて、トロヤ戦争、は、ホメロスが作り出した物語だと思われていた。しかし実際にはホメロスよりも前にトロヤ戦争の話が作られていたと現在では考えられているんだ。ほうほう。おそらくそのトロヤ戦争の話から、イリアス、は作られた可能性が高い。ホメロスがイリアスを作ったかどうかも論点の一つだが、
ホメロスの著作は次に、オデュッセイア、まで飛ぶ。つまりトロヤ戦争が終了した後の話だね。その間の物語が存在していたのかどうか。これもまた論点の一つだ。存在していたけど失われてしまったのかい？そう考える者もいるな。残念ながらイリアスとオデュッセイア以外は伝わっていないので、その問題の真相は不明だ。そもそも論イリアスとオデュッセイアが一人の人物によって著作されたのかがホメロス問題の中心だしな。それ以外を表した可能性の方が低いわけか。だが先ほども触れた通り、ホメロス以外にもトロヤ戦争の話は伝わっており、イリアス語の話も伝わっている。ヘクトール亡き後、トロヤのために、女王ペンテシレイアに率いられた、戦闘部族アマゾネスが救援にやってきた。アマゾネスといえば、女性だけの戦闘民族だね。ペンテシレイアは戦闘の神アレスを父に持つ勇猛な人物で、ギリシア連合軍を次々と打ち破っていった。ギリシア軍の誰もペンテシレイアに勝てなかったが、そんな彼女でも不死身の肉体を持つアキレウスにだけは勝てなかった。アキレウス強すぎるだろう。その後アキレウスは自らの手で殺したペンテシレイアの美貌に魅了されてしまう。しかしそれをテルシーテスという男に笑われてしまい、怒ったアキレウスはテルシーテスを殺してしまう。なんと言えばいいのかわからないエピソードだ。アキレウスは強すぎた。アキレウスを倒すために、エチオピアから神の地を引く最強の将軍メムノーンがやってきたが、激しい戦いの末メムノーンは敗北してしまう。誰かアキレウスを倒せる者はおらぬのか？アキレウスを倒したのは意外な人物だった。ほう、一体何者かね。パリス王子だ。嘘だろ。原因は先ほども触れたように、ギリシア軍がアポロンの女官を辱めたことにあった。怒ったアポロンは自らの弓矢をパリスに渡した。神のブグだ。パリスがアポロンの弓を引くと、矢はアキレウスの唯一の弱点である足の付け根に当たった。女神テティスが息子アキレウスを冥界の水スチュクスにつけた時、足の付け根を持ったままだったのだ。それがアキレス腱の語源になったわけだね。アキレウスを失ったギリシア連合軍は一気に瓦解した。しかしトロヤもまたヘクトールをはじめ有力な将軍を失っており、戦いは膠着状態になってしまう。アキレウスを倒し、ヘクトールの弟でもあったパリスに期待が集まったが、パリスは敵将フィロクテテスの毒矢を受けてしまう。毒はまずいねえ。この毒から助かる方法は一つ、オイノーネイの持つ解毒薬を使うことだけだった。オイノーネイって誰だっけ？パリスに捨てられた女性だ。そうだったパリスは自分が助かりたい一心でオイノーネイの元を訪ねた。どうなった？オイノーネイに拒否されてパリスは死んだ。おう、パリスよ、死んでしまうとは。一方ギリシア軍は撤退を開始していた。撤退は夜中に行われ、朝になるとギリシア軍はどこにもいなくなっていたのだ。ギリシア軍の陣地があった場所には巨大な木馬だけがあったので、トロヤ軍はそれを戦利品として持ち帰った。待て、それはオデュッセウスの罠だ。明らかに怪しい木馬だったが、誰もその怪しさには気づかなかった。その理由は神々にあった。どういうことだい？木馬の危険性に気づいていた者が二人いた。一人はトロヤの大神官であるラオコーン。ラオコーンはトロヤの人々に木馬の危険性を知らせようとするが、ギリシアに味方をする戦の女神、アテネが放った毒蛇に噛まれて死んでしまう。黄金のリンゴをもらえなかった恨みが深すぎる。もう一人はトロヤの王女であるカサンドラだった。彼女はヘクトール、パリスの妹で、予言能力を持ち、彼女の言うことは一目置かれていた。しかし誰も彼女の言うことを信じなかったのだ。なぜそんなことになってしまったんだい？アポロンがカサンドラの言うことを誰も信じないよう呪いをかけたからさ。あれ？でもアポロンってトロヤの味方をしていなかったっけ？味方をしていた。なのでアポロンはカサンドラを愛人にし、予言能力を与えていたのだ。神が人間を愛人にするのか。ゼウスなんか何人人間との間に子を成したかわからんぞ。さて、予言能力を得たカサンドラは、アポロンが自分に冷めてしまう未来を予見した。アポロンってそういう神だよね。ゼウスの子だしな。
予言にショックを受けたカサンドラは、アポロンのことを拒絶してしまう。怒ったアポロンはカサンドラに呪いをかけてしまったわけだ。アポロンって器が小さいエピソード多いよね。太陽神なのにな。ちなみにこのカサンドラはトロヤ戦争中断突にひどい目に遭う人物なのだが、それについてはまた後で話そう。すでにひどい目に遭っている気がするけど。その日の夜、トロヤの城では戦勝を祝う宴が開かれた。すでにラオコーンはなく、カサンドラは危機を呼びかけ続けたが、それに耳を貸す者はいなかった。呪いとはいえひどい。夜中、人々が寝静まったのを見計らって、首相オデュッセウス率いるギリシア軍は、一斉にトロヤの町を襲った。方々で火が上がり、トロヤの人々は何が起こったかわからないまま殺されていった。王女カサンドラはギリシアの将軍アイアースによって養殖された挙句、そのままアガメムノンの愛人とされた。かわいそうすぎる。その後アガメムノンと共に彼の妻であるクユタイムネイストラーによって殺された。かけらの救いがない。燃え盛る火炎の中を、アエネアスは逃げ延びた。ローマのソロムルスの先祖となる彼の物語は、また別の話となる。詳しくは、アエネイス、を見てね。以上が、トロヤ戦争、の概要となる。トロヤ戦争の後日談も数多くあり、ホメロスのオデュッセイアやウェルギリウスのアエネイス。17世紀のフランスで活躍した劇作家、ラシーヌが書いたアンドロマック、などはトロヤ戦争の後日談だと言える。アイスキュロスの書いたアガメムノンもそうだね。それだけでも、トロヤ戦争の物語がいかに西洋の文学に影響を与えたかがわかるだろう。実際のトロヤ戦争は紀元前1250年頃に起こったと推測されているが、その頃にはまだスパルタは存在していない。スパルタの建国は紀元前1104年だっけか。伝説ではそうだが、もっと後の可能性もある。物語としてのトロヤ戦争は、スパルタが強制になってからできたのだろう。そしてそれをホメロスが叙事詩にしたというのが現在有力な説となっている。数年後には潮流が変わっているかもね。歴史とはそういうものだな。トロヤ戦争を脱出したオデュッセウスとアエネアスは別々の物語の主人公となる。そしてそれぞれの物語も後世に大きな影響を与えることになるのだ。詳しくはオデュッセイアを見てね。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。